MC 製の1800馬力ディーゼル機関車では、エレクトロモーティブコーポレーションが初期に製作したディーゼル機関車のうち、出力1800馬力のディーゼルエンジンを使用して、試作された5タイプ9両の旅客用機関車について、述べる。これらの車種は、ウィントンエンジンコーポレーション製の900馬力のディーゼルエンジンである 201A 型を2基搭載し、機構的には、 E シリーズのルーツにあたる。この機関車を製造した当時、MC は、車体を製造することができず、ゼファー用以外の箱型の車体はすべてエリーにある、ゼネラルエレクトリックのエリー工場で製造された。運転台が、車体両端にあり、これは、世界的には普遍的な機器配置ではあるが、北米の機関車においては特殊な例となった。なお英語版には、 各車種の写真が掲載されているので合わせて参照されたい。MC は将来的な旅客列車牽引需要に備えて1935年5月に2両のデモンストレーション用の機関車を製造し、それぞれ製造番号を取って511、512と付番した。箱型の車体構造はそのまま販売する意図はなかったが、 エンジンそのものや牽引力を誇持するために役立ち、箱型の車体は E ユニットに受け継がれた。車体形状は脳型体で、前面の2つの窓と貫通扉の上部のそれぞれ対応するような位置に空気取り入れ口があった。この2両は、ある時は1両で、またある時は2両1組で試運転を行った。1両の場合は、 単編成の列車の牽引や換算線区での作業に、2両の場合は、大型の蒸気機関車の代替として、または、繁忙な線区での作業に使用された。511は、アッチソントピカサンタフェ鉄道に貸し出され、講述するアツフ1とアツフ 1A が牽引する、スーパーチーフの予備機として銀色に塗装され、アツフ1バイトとされた。 510人も同様で、銀色に塗装された後に、厚布1シートされ、部長であった厚布1の代わりに1937年5月18日に、初めて、スーパーチーフ2の牽員に重当された。1938年、有用性を失い、2両のデモ車は、スクラップにされた。台車や、機器類は2両の NW4 入れ替え機に転用され、 ミズーリパシフィック鉄道に納入された。ボルチモオハイオ鉄道のロードナンバー50は、基本的に前述511.512と同様の機関車である。製造は1935年8月。初のディーゼル機関車牽引の旅客列車である、ロイヤルブルーで1937年に E シリーズの EAEB に代替されるまで使用された。この車両の一端は、 半流線形であり、その形状から、ショベルノーズと称された。その前面は、左右に分かれて運転仕様の窓があり、旅客車では、貫通扉が位置する部分には何もなかった。そして前述511-512同様、窓の上部と、前面中央部に空気取り入れ口があった。後に、B、B&O が所有する。 シカゴアルトン鉄道に譲渡され、エイブラハムリンカーンを牽引した。アルトン鉄道が、ガルフモバイルオハイオ鉄道となって、B&O の参加から離れる際には、50は GM&O の1200となった。第二次世界大戦後、ショベルノーズと称された形態から、箱型の車体に改造された。その後は、地方線区の貨物輸送に使用され、現在は、 セントルイスの鉄道博物館に保存されている。1935年9月、厚フ用に2両が製造され、ロードナンバー1と 1A が与えられた。製造番号は535と536であった。これらは厚フの新設列車、スーパーチーフで使用するためのもので、1936年5月から、 翌年5月まで使用された。当初、アツフは MC に対して流線型の機関車を要望していた。それは後 g、e、シリーズとなって現出するが、それが間に合わないためにデモ車を元にした2両の機関車を発注した。これが1と 1A であった。これは E シリーズ導入前に、 ディーゼル機関車の取り扱いの経験を積んでおくためでもあった。看板列車を牽引するということで、厚フは機関車に装飾を施すことを要望した。MC は GM のスタイリング部門のスターリングマクドナルドに依頼し、前面には大きな眉毛のような空気取り入れ口を取り付け、塗装はオリーブグリーンの車体にコバルトブルーとサラソタブルーの帯を配し。 クリムゾンレッドとタスカンレッドのピンストライプがその帯を分割していた。こうした装飾が車両の角張った印象を和らげ、スピード感を与えた。1939年、塗装は銀を主体としたものに変更された。1と 1A は運転台のない向き同士を連結した状態でペアで使用され、厚布はこの1ユニットをワンスポットツインズはあるいは アモスすンディと呼んだ。1937年にスーパーチーフ用として、E1 と軽量な客車が完成し、11A と重量級の客車にとって変わった。アツフは、1と 1A に改造を施した。1は引き続き旅客輸送に使用された。1938年に、片側の運転室が撤去され、残された、運転室側は、運転台1を、 従来の屋根の高さほどにかさ上げされ、ブルドッグと称される、全面中央部が上部に丸く突き出た形状に改装された。そしていい位置に準じた、ウォーボネットカラーと呼ばれる銀と赤の塗装スキームに変更された。車体全部の台車は、類のない車軸配置1バイトの釣り合い量式3、軸台車に交換された。車体後部の台車は二軸のままであったが、数年後、 同様のものに交換された。三軸台車は高速運転時に乗り心地が良く、軸重も軽いために、軌道への負担も少なくなった。1A は1937年に運転席のない B ユニットに改造され、1と共に使用された。1938年に1が改造された後は、1A も同様に改造され、10となった。その時から、この2両は、 別の車両として扱われることになった。後年、さらに改造され、台車は、ブロンバーグビー型台車に換装されて、2611となり、地方線区の貨物輸送に使用された。2了とも1952年に解体されたが、1953年に E8 バイトとしてリビルドされた。前述の車両と同じものが、 シカゴ・バーリントンクインシー鉄道の9904、9905として1936年11月に製造された。これらはツインゼファーの第二編成用のものであった。ショベルノーゼと称する全面形状を持ったステンレス製の車体はバッド製であった。デンバーゼファーに使用される 9906A。シカゴにて。 1943年1月撮影。前項と同様に、デンバーゼファイオー用として2組4両が製造された。9906R、9906ビット、9907A、9907ビットと名付けられた。A ユニットは1800馬力、B ユニットは1200馬力であった。車体は9904、9905と同様。 バットが製造した。ありがとうございます。